二つに切る。僕の方が少し大きく切ってある。そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった。少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相づち打って、そしていつも右と左に分かれて。このリンゴは昨日二人で買ったもの。僕の方はお金を出してお釣りは君がもらって。こんなことはなかった。少し前まではティーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにワイドレスはさりげなくカップを分けて。二つ目のリンゴの皮を君が剥く。僕の方がうまく剥けるのを君はよく知ってるけど、リンゴを強くかじる。甘い汁が唇を濡らす。左の頬を君はスンと膨らませて、欲張って頬張るとほらほら話せなくなっちまうだろう。